シティ観光ツアーインホスピタルウェーウー、研究所ってなんて言ったっけ、ラボだったかな。ということでさあ、続きやっていきましょうか。まあ、前回ね、なんかミサイルがチューってなると思う時の、こっちのミサイルもチューって飛ばし、あ、ちょ、今なんか見覚えのあるっぽいような、なんか掲示板の、お前なんでそんな血まみれなんだ、お前感染しているな。あんたをここまで運んで直した。その髪の毛がティーブリスによってニューメニューメと生えてくるだろうな。そこに街を救えるワクチンが備蓄されてる。まあね、でも多分ね、ちょっと若干の M 字っぽくなっちゃってるっていうところが、もうちょっと修復可能な可能性が高いということでですね。まあいずれにせよゾンビになるくらいだったらね、俺はそれを阻止するために、どうなろうが髪の毛だろうが一番だろうが、ね、一緒というわけで、前回までですね、陰毛もじゃもじゃ男、略して陰毛さんがですね、まあいろいろとこの子をね、助けてくれるということでね、頑張っていったんですけれども、この隙間からゾンビが入ってきたりとかしないのかな。ヒュー、うわー、抜けられない、残念でした。これね、もうバイオのね、RE2 とか何もね、なんか何回も出てきたっていうところだったんですけどね。ということで、こっちの方でアイテム、ちなみにさ、ここでさ、カルロス用のアイテム、もう前どこにでも存在するな、この錠剤野郎、錠剤野郎、これも多分な、なんかな、RE2 の下水道に出てきた、ファイルの集合体だから、ここ、死者が出ちゃいましたよってやつ、なんか、なんとなく多分ね、一緒なんじゃないかなっていう気もしたりもするんだけどね。寂しい。で、こっち進んでって、まあまあ、そんなことはいいっすわ。で、まあ、やり残していることが、わお、あるということになりますんで、まあ、そこをね、最後、しっかりと処理をしていってなんだけど、いる？わー。ちゃんとやっぱね、死体はね、焼却処理をしておかなくちゃいけないですからね。ということで、こっちを開けておきましょう。赤ちゃかちゃ、テクニシャン。さ、そんなことはいいとして、こっちチラッと行って。そうなんだよね。これね、なんかインフェルノとかナイトメアくらいのレベルだったっけかな。なんか確か燃えピピピ。お、いる？来たら怖いから出れ。あー、なんか今日ちょっと調子が悪そうですね、PC ちゃんのね。まあ、出ず、ということで、あ、こっちも、カチャカチャ、ショットガン！あ、やった、メッナン！ピングが出てきました。やったね。で、こっち進んでいって、もうね、今回のね、ホスピタルに関しては、もう前々回あたりでね、インモジャ君がね、あれですわ、いろいろと、ショータイムやってくれたので、いたりする？いない？大丈夫？あれ？これ？ああ、看護日報か。日報ってね、ほんと、まあ、古き悪しき習慣ですね、日本なんかで言ったらね。おー、下行こう。バール博士？これも2個。あれ？こんなところにあったっけ？炸裂 B。血。我がネイト。ネイトってなんかいたよね。ネイトってなんだったっけな。我が名は、でもそれは遊戯王。こっちに置きます。こことかにさ、なんかさ、ゾンビがさ、ワクチンとかをさ、バンバンとかやってたら面白いよね。今から人間に戻りたいんですかみたいなね。さて、こっちめっちゃ鼻詰まってんだ。そう、こういうモニターがね、なんかね、家に欲しかったりするよね。なんかめっちゃでっかい画面で仕事とかやってみたいよね。まあ今家にあるのが、これ何インチなんだろうな。多分ね、ノート PC が14インチくらいで、家にあるのが10、うわおー、来た、甘いよ。燃やし尽くす。で、こっちをカチャカチャ、4。炸裂弾。そうなんだよね。ここもさ、なんかもうあれだよね。いろいろ突っ込んじゃってごめんなさいみたいな感じになってるよね。もうこんな状態になってるね。私、どうやったらこんなね。おー、ちょっと待って。違うか。あれ、畳まれてるのか。てっきり後ろ、救急車の後ろの扉にさ、完全にめり込んでるのかと思ったけど、そういうわけではなさそうだね。こっちもバーンって来たら、わーってなって、なんかゾンビに紛れてるって。これ全部あれなのか。死体ぽっきり雨あられなのかな。ゾンビなのかな。あれで。アンブレラクロニクルズでさ、ウェスカーが言ったセリフだよね。ゾンビー。まあでもこいつら正確にはね、覚醒死者っていう名前だからね。ほら、死者なんだよ。でも覚醒死者だから厳密には死んでないって言ってるけど、でも名前で死者ってつけちゃったもんな。私どっちなんだろう。え？あれ？ちょっと待って。あれ？今なんかさ、すり抜けていかなかった？ロケットランチャーのターマーが。ターマーがにならなかった今。完全にヒューンって飛んでったよね。で、こっちの方とかに、いる？倒れてるやつだよ。あいたい。上の方にバッシュー。ちょ。ここら辺とかなんか待ち構えてそうなやつが いそうなんだけど。あ、これ目の前のあれだったわ。こっちとかにヒューン。はぁ、あ。
理だ、もう無理。でこっち行ったら特に何もあるわけでもないし、なぜかここにはたくさんのゴミいるかわかんないけど、とりあえず発射。いるから追いかけてくるくらい。でこっちの方に行くと確かなんかね、復活してるやつらが、ウェイ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 、気づくかな気づくかな、お前生きてるやろ。やっぱな、こいつ生きてたらくる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 回ってるもんね。で、あー、音でお目覚めになっちゃいました、シューマシューでした、ごめんなさい、許してください。ちなみにこいつってさ、あ、どこ行くの、おいで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 。やったことないけど、こっちとかに来るのかな。バンバン、なんでこんなところに爪痕があるのよってね。ここ入ってる。おお、ちょっと待って、後ろいた。びっくりした。ちょっとお前なんか味知らねえよ。とりあえず燃えとけ。え、燃えた？どこ行った？あれ？完全に酔っぱ、え？あれ？こいつ？こいつじゃな、あれ、ちょっと待って、なんかどっかで吹っ飛んだ気が。あれ？ちょ。え？今手あったよね。え？しかも奴は出てこれないってか？わあ。心臓に悪い。あのね、イヤホンつけてないからさ、いたのかどうかがわかんないんすよ。いる？いな、い、い、いる？いな、いるわ！普通にこう、倒れてたやつ生き返ってんのかよ。うおー、ひゃっ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 、すげえ吹っ飛んでたね、今。完全にあの、天井にバーンって打ち付けられて、そっからドスッと落ちてきて感じ。へえ、こいつ生き返ってんだ。こんなところさ、入ったりもしたことがなかったから、ビビったわー。マジでビビった。手だけがさ、ニュルンって出てきたからさ、それはさすがに怖いわ。で、こっちの方で、ここにアイテム追加されてるとかっていうことは特になさそうでございますかね。じゃあ一旦ここにアイテム預けてどっか行きましょうかって。これ、チャキン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 って、アイテム並び替えて、レッドハーブとグリーンハーブと、特にダーサゲディッシュかねー、ないね。うん。じゃあ、行きやっしょうか。じゃあ、こっち。ごめんなさいね。もうほんとね、年中鼻詰まりんぐがさ、止まって、やばいんだよね。なんとかならないもんですかね、もう。そろそろ耳鼻科行った方がいいんじゃないかな、説が漂っているけど。あれ？一匹目もおかわりしたい。あ、一匹だけか。あ、じゃあ、こいつを倒さずにいたら、ジェルでやらなきゃいけない、ジェルっていう感じになってるのかな？ここもまたいたりしない？大丈夫？もうね、ほら、さっきはいなかったけど、一回つけましゅーってやつとかがさ、なんか大量発生とかしてくるじゃん。この子かわいいよね、スタイルいいよね、お尻プリプリ、ケツあわられだよね。足がめり込んでんだな。あ、ここ開けてないのに開けたことになってる。へぇ、誰がやったんだろう？タイレルかな？俺、待ちきれねえですっつって。ここは特に、てか普通にさ、ちょっと待って、マップ開いて、あ、例えば、あ、一応カチャカチャ系はあるのか。燃えて、あ、いないね、大丈夫だね。で、ここ開けると、ウェー来る可能性がゼロじゃないってことになった。ゼロカチャカチャ、カチャカチャ、カチャカチャカチャ、ニュニュ。で、開けて、ちなみにこれを取ったからといって、知らいない？初実況の時にさ、うわ、もうびっくりしたわ、もう。お前かい、燃えろ。いる？向こう側から走ってきたりとかしないよ、ね、もうあんだけ燃えてたら大丈夫だよ。よし、じゃあ行きましょうか。私なら通れそう。意思疎通かよ。しり、しりしりしりし。あ、これたまらんぞ。なんでスカートじゃないんだ。おパンティーが見たかったのに。で、わー、すげえでっけえけど、右耳どこ行ったのっていう。で、うわ、こういうのとこっちからつけときなさい。ちょっと待って、本当に右の鼻、あれ初めて見たかもしんない。にゃんちゅうがいるんじゃない？俺、右下。ねえ、か、なんかしずえさんっぽいのがいるけど、移植しちゃったの、任天堂から。あ、こっちから覗け、ない。これ、ちなみに戻れる。あ、戻れるんか。ちょっと戻らない。よし、じゃあ、こっちで、なんでこう、ね、揃えずに、こう、バラバラにしてるんだろうね、あえてね。よし、じゃあ、降りやしょうか。ひょい、ドン。これで、アイテムを取ったからといって、なんか、新しい敵が追加されるなんていう、そういう基地、よいしょー、これで大丈夫でしょう。ハンク、ありがとう。
お前の武器は。威力はお墨付きね。威力はお墨付き。ああ、なんかあった、なんか、なんかなかった、今。気のせい？ちょ。あ、気のせいか。ロビー、ロビーに何かまだある。あ、半玉ね。はい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 、はい。で、2階はめっちゃある。治療、あ、治療室もなるから、病室もなんかあるな。あれ、なんか、意外と取り逃しがあるっぺや。じゃあ、ちょっと戻りましょうか。あ、すり抜けてった。ヒューって。なるほど。あそこ踏み外すともしかしたら階段が終わりこんぐかもしれない。給食。腐ってる。腐ってるもんね。よいしょ。で、ちょっと予想だにしていない方向に飛んで、これ、大丈夫だよね。こっちとか？あ、あった。ハンドガン。これで、どうでしょう。あ、青くなったね。じゃあやっぱ残ってんだな。病室行こう。病室。こうゲチイラス。あー、今日、なるほどね。で、これ他には青くなったね。よし、じゃあ病室じゃないわ。なんだっけ、治療室だ。ディズニーランド40周年おめでおめでおめでとう。ハッピーファミリーハウスデイノベバー24スムーすごいな。で、なかった。これか。何もなかった。いや、なんかあるだろう。何かがどっかにあるはずだ。あ、これか。よし、オッケー。で、これで、アイテムは、オッケー。青く光るザメザメおやすみなさい。ピョンと落ちてくると痛い。鼻詰まり。さ、じゃあラボ行きましょうか。でも、あ、そうか、その前にあれだな、タイレルに一発かましていかなきゃね。タイレルに一発かまされ。戻るときなんか復活してんのかな。復活はしてなさげだね。うん。まあ、扉、バーンって出てくるほどのね、あの元気とね、勇気があれば、何でもできる。とアントニオ猪木さんがね、あの9月くらいに一周忌を迎えたっていうので、俺、あ、そうか、亡くなったんだ。なんかもう猪木さんって言ったらもう元気の象徴だからさ、こう亡くなられたっていうのは未だにこう、なんか、あー、やっぱ来たよねー、来るよねー。しかもこっちから来たってことは、タイレルあいつ無視したっていうか、もうあれじゃね、存在感無視されてんじゃね。あんな黒豆こげ茶先輩なんかいらねえよって。あ、落ちた。ここ落ちたね。よう元気、何してんの。あー、俺には分かんない世界だな。なんか C 言語とかさ、Azure AD だとか Linux だとかさ、なんかもうそういう言葉とかがいろいろ飛び交うんだけどさ、もう何一つとして理解ができない、ほんとに。え、あ、捨てれるようになってる。やった。イエーイ。あれ？これってなんか強化できるんだったっけ？まあいいや。じゃあとりあえずでもこう、あー、じゃあなんかマグナ持ってることになってる。みんな、違う。なあ、マウン、捨てようぜ、ベイベー。捨てようぜ、ベイベー。ほい。で、こいつも、ほい。え、うい、あれ、え、取り出す。で、で、捨てる。アイテムはちょっとでも整理しておこう。When you see this! これを見たとき、ダンス、ダンス。あれ、これ、この先いるんだったっけ、あの、白マシーン。あれ、ナイトメアとインフェルノだけだったっけ。白マシーン、白マシーン、モーレース。知ら？あ、いないね。オッケーオッケーオッケー、よかった。さあ、で、ここは特に、でもなんか、ここあれだね。なんかタイラントとかです。あ、おっぱい、おっきい。巨乳。で、なんかほら、タイラントと最後に戦う前にさ、なんか、一悶着するようなところに近かったりするような、こことかもさ。ね。まあなんかいろいろとバブリッシュなあれがあるんだけど、でバブリッシュって言うんだよ。で、そうそう、俺がね、期待してたのはさ、まあ近いの入り口ね。うん。Rare Corporation。やった。さあ、Let's be。そうそう、俺が期待してたのは、あの、このさ、ちょっと先にあるコンテナのこの中にさ、大量にゾンビがいて、こう降りる瞬間に、
ゾンビたちが大量発生してきて、そのゾンビを倒したら下にたどり着くみたいなね、そういうちょっと鬼畜修理してくれるから、もうちょっと盛り上がったのになぁと思ってね、あのグレイブディガーとかが、なんかグレイブディガーが出てこなくなった理由っていうのがなんかあれらしいっすね。そのやっぱ、ムシムシビビビ、ムシビビビが気持ち悪いから、ちょっとまあ、その、昨今のポリ、のせいで、なんかちょっとできなかったんじゃないかみたいな、そういうの、本当にもう、弊害でしかないよね。少数の意見を無視しろっていうふうにはさすがに思わないけど、でもさ、じゃあだからといって大多数の意見をさ、ないがしろにしろっていうのはさ、おかしくねっていう話なんだよね。やっぱ郷に入れば郷に従いじゃないけど、まさか病院の地下に、うん、こんな施設、病院の地下にまさかの緊急施設があったんだよね。こいつらとか全部中身さ、ダーンって出てきてさ、で、と、オービーで出てきてごめんなさいって言って、リッカーとかさ、なんかなぜかね、この作品にリッカーが出てくるからね。さ、じゃあこの先進んでいこうかなというふうに思うんだけど、今どのくらいやったのかなちょっとよくわかんないんですけど、まあやっぱ研究施設は研究施設区切りよくやっていくっていうのがいいのかなというふうに思いますんで、まあ全然観光ツアーをしてないところが、なんか妙にテンションの高いね、あの鼻歌を歌いながら、あっちにも行ってみたかったな、何があるかな、あっちとかね、あのプロトタイガンってとかが出てきたら面白いですよね。まあ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 、もう。ね、あの、てか、プロ、すごいよね。よくよく考えたらさ、あの、T102 からさ、103までっていうのさ、その前にプロトタイラントっていうのがあってさ、そっから急成長してさ、ね、あの、イワンがどう、まあ、イワンはなんかいろいろと、まあ、あの、矛盾してるとかって言われたりするけど、まあ、そんなこと一旦無視してさ、ね、もう改良からその完成までのスピードが恐ろしく速すぎるんだべや、っていう感じですよね。はい。じゃあ、この先ね、ちょっと進んでいきたいなぁ、なんていうことも思ったりはするんだべや、一旦ね、区切りがいいで、地下緊急施設まで来てるところでございますんで、あとちょっとね、ちょっと打って終わりにしようと思います。バーンってやってた、バーンってやった直後にさ、影が見えてるけど、そのいなくなったら面白いなぁ、なんて思ったら、すげえビリビリってやってんな。どうなってんだろう。はい。ということでね、今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パーティーでお会いいたしましょう。エレベーター修理の注意。キューズがバーンってなったらごめんなさい。じゃあね、チャンネル登録もよろしく。